ではそれでいこう。秀吉様、なんとおいたわしい。徳川家康、あのタヌキさえいなければ。三つ割り、秀頼よ。無論必ずや守ってご覧に入れまする。秀頼様の御身も、豊臣の権威も。敵方の状況は以上。お分かりいただけましたか？儚いものです。世の栄華も、人の命も。映像とはいえ、まさか豊臣秀吉の最後を間近で見ることになるとは思いませんでした。石田三成の目が徳川家康への憎悪で赤く染まっていた。この時点で時間素行軍の干渉を受けているんだな。はい、石田三成に注力し、なんとか検知できました。おかげでこの後の義士は演算できそうですが、筑前お家入りの状況では歴史の消滅にならない。あの地点より早期に解決しないといけないんだよね。ここまで頑張ってるんです。絶対に生死の範疇での解決を目指しましょう。ヒューガ、君は大丈夫。次こそうまくやろう。義士が検出されました。豊臣政権の政を担った石田三成に対して、武を担ったのが黒田長政、細川忠興ら七将です。秀吉の死後、彼らは激しく対立し、ついには七将は石田三成の屋敷を襲撃しました。なんだかやるせないですよね。同じ主に仕えた者同士でそんなこと。本来の歴史では三成は襲撃を事前に察知して佐竹邸に逃れたと言われているね。その後は家康を頼ったとも、伏見城に隠れたとも聞くけれど、今回彼は攻めに出たようだ。はい、石田三成は襲撃計画を利用し、おびき寄せた七将を一網打尽にする算段のようです。徳川家康への憎悪が彼に味方する七将への敵意を増幅させたのか。先に刀を抜いたのは七将たちとはいえ、こういう卑怯な戦い、あの方らしくないな。それは時間素行軍の干渉の影響です。君の知る彼が真実なのでしょう。ありがとう、いちごさん。とにかく今は七将を助けてあげないとね。新たな流れが検知されました。屋敷に七将を誘い込んで伏兵で一網打尽、それがあの方の作戦だね。襲撃自体を防いじゃったら、それはそれで歴史が変わっちゃいそうですよね。我々がおとりになってはどうでしょう。伏兵に七将の仲間だと思い込ませ、彼らに向かうはずだった敵を引き受けるんです。あちらが引っかかってくれるかどうか少々賭けですが。どうせなら確実性を上げておこう。そのために面影、
君の手を借りたいな。協力してくれるかい？誰の姿を映せばいい？七将の一人、細川忠興様だ。君も筑前で姿を見ているから擬態しやすいだろう。それに僕もあの方の人となりはよく分かっている。万が一の時に助け舟を出しやすいからね。分かった、その役務めよう。よし、いや、ヒューガ、君の役に立ちましょう。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。策を確認するよ。僕らは七将になりすまし、先回りして敵を退ける。まずは正面の敵を破ろうか。本物の七将は向こうから来るみたいですね。まったり鉢合わせないようにしないと。かかったら細川忠興、仲間もろとも打ち捨ててくれる。さて、かかったのはどちらでしょう。よし、近くの敵を片付けよう。本物に追いつかれないように大急ぎでね。ここで福島殿と加藤殿合流の後、盾に分かれ石田屋敷を襲撃する。あの男との因縁も今宵でしまいだ。すまぬ、今到着した。福島殿も一緒だ。ではそちらは南門へ回ってくれ。私と長政殿は正門から行く。七将が行動を開始しました。危ない、遭遇しないように注意してください。お、裏手に続く門が開きましたよ。他に伏兵がいないか見ておきたいです。では邸内から裏門を目指そうか。今外に出れば彼らに会う恐れがある。危ない、わかんない。襲撃を受け、一度福島殿たちと合流しよう。この門は何だ、行くともせんぞ。正門の方はどうだろう。細川殿たちと合流しても思うが。現れたら細川忠興、その首わしがいただく。いかにも僕らの連れこそ細川忠興様さ。さて、ここも手早く済ませよう。潜んでいた敵は大体片付いたね。さあ、七将が来る前に身を隠そうか。あれが裏門か。まったく、ようやく屋敷に入れそうだ。終わりで良さそうだ。ますますいい調子だよ。出てまいれ水鳥、お前は必ずこの政鳥が仕留める。大声を出すな福島殿、真っ向から挑めばあの卑怯者は逃げ出そう。随分な言われようですね。まっすぐな方なんだけどね。ただちょっとだけ誤解されやすいんだ。襲撃は読まれていたか。だが妙な状況よ。まるで何者かと一戦交えた後のような。伏兵を忍ばせ自らは逃亡するなど姑息な真似を。三成め、これだから奴は気に食わぬ。周囲を探せ、くまなくだ。長政殿、我らも行くぞ。やれやれ、怒りで我を忘れているようだ。悪いお方ではないのだけれど、雅じゃない。
予想外の事態になったから襲撃は終わり、今日は解散とはやっぱりならないんですね。そうだね、振り上げた拳の行き場に困っているのかもしれない。ひとまずこの時点での歪みは正せたよね。お疲れ様、面影さん。あとは七将が順当に三成を追えば本来の流れ通りに収まるけれど、どうだろうね。これは強くなったようだ。慣れ合うつもりなどない。はい、わかった。七将が移動を開始しました。伏見で石田三成の捜索を行うようです。捜索ってことは石田三成の居場所はまだわからないってことですよね。近之助、探知するのは難しいでしょうか。そうですね、残念ながら時間素行軍がうまく石田三成を隠しているようです。予測の通り、石田三成は七将を逆に討ち取る気だ。見失っては先手を取られるぞ。そうなると僕たちもあの方を探さなくちゃ。地道だけど聞き取り調査しかないかな。時間素行軍も捜索の手から三成を守るために徘徊しているだろう。状況をよく見て進めよう。新たな流れが検知されました。よし、ヒューガ、君の役に立ちましょう。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。ジョーカーを守る兵がいるようだね。彼らなら何か知っているかもしれない。化け物！まずやる。いけない、時間素行軍だ。まず助けないと。ご無事で何より。ところで今の敵の他に何か不審なものを見ていませんか。化け物の衝撃で頭が働かない。すまんが東の見張り小屋で聞いてくれ。おっと、こんなところにも時間素行軍が。あまり時間を無駄にできません。急ぎ敵を倒し、ここを出なくては。危ない。さて、落ち着いたら聞かせてくれ。他に怪しいものを見なかったかい。それなら朝方大通りの門を南へ向かうカゴを見たな。妙にせかせかした様子でな。カゴか、うん、あの方なら使うかも。この調子で情報を集めよう。あそこにも時間素行軍が。ちょっと聞きたいんですけど、今朝この辺をカゴが通りませんでした。それが今朝はつい居眠りを。まあ、先の通りにいる見張りにでも聞いてくれ。助けてくれ。はーい、今助けますよ。時間素行軍はなぜ豊臣兵を呼んでるんでしょう。石田三成だって豊臣の人なのに。
僕らの邪魔をしたいのだろう。兵から情報が渡れば歴史改変に支障が出る。もう心配ない。ところで一つ聞きたいんだが、今朝方怪しいカゴを見なかったかい？それなら、あそこに季節外れのモミジがあるだろう。あの道沿いを行くのを見たぞ。春の紅葉か、狂い咲きと言っていいのか。時間が許せば歌でも読みたいところだが。どうです、加瀬。石田三成の行方は見当がつきましたか？ある程度。結論を出すのはまだ早いよ。危ない。すでに伏見を取ったのは確かなようだけど。おっと、こんな頃にも時間素行軍が。あまり時間を無駄にできません。急ぎ敵を倒し、ここを出なくては。おやおや、こんな風に待ち構えて、これで答え合わせが済んでしまったよ。危ない。ええ、石田三成はこの道の先。危ない。時間素行軍を切って彼を追いましょう。危ない。待てないよ。終わりで良さそうだね。よし、調子が出てきたぞ。これからもうまくやろう。さて、向かうとしようか。この道の先、あの方がいるはずの大阪に。行き先は大阪か。来た道を逆戻りだね。七将たちの足では追いつけないだろう。ここは僕らの出番だね。はーい、みやびに解決しましょうか。ああ、こんな時だからこそ明るくな。これが私の力。もう目を離す。はい、わかった。石田三成が向かった先は大阪城。亡き豊臣秀吉の正室北の政所の元ですね。北の政所が三成に味方すれば世の勢力図が一変します。二人の接触を阻止してください。彼女を動かすなんて大事だけど、多分あの方の主張は簡潔だと思うよ。例えば、七将は秀吉の喪中に天下を騒がせた、その首謀者は徳川家康だという感じかな。聡明な北の政所も一人の人間です。夫の死を軽んじられればいい気はしないでしょう。それともう一つ、周辺に三成の盟友大谷義継の姿があるようです。友として力を貸しに来たか。いや、彼の場合逆だと思うな。友として無茶を止めに来たんだよ。友であるのに相手の願いを砕くのか。難しいものだな。ヒューガの予想が正しければ、大谷義継と僕らの目的は一致している。それなら大谷義継さんに協力するしかないですよね。新たな流れが検知されました。分かったよ。
ヒューガ、君の役に立ちましょう。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。三成の友、大谷義継か。まずは彼のもとへ行ってみよう。予測によれば、彼は北の船着き場に来ているようです。三成、ことを荒立ててどうするつもりだ。口は悪いが頭は切れる。君はそういう男だ。とにかく彼の無茶を止めなければ。まだ付近にいるとよいが。やはり三成を止めに動くようだね。なんとか彼らを引き合わせたいが。あれは門を開閉する装置ですかね。うまく使えば通せんぼして行き先を誘導できるかも。近くで見てみようか。北側の橋に到着。本丸へ移動を開始します。順調だ。このまま本丸へ入り、北の万所様に謁見する。三成は一目散に北の万所の元を目指すはず。例の装置で本丸への道を閉ざしましょう。その後、三成と義継が会えるように道を開いていく。うん、作戦決定ですね。あの頑固者はどんな異常なのか真摯に言って聞かせれば考えを改めるだろう。友の忠言には耳を傾ける。そういう方かもしれないね。塞いでおきましょう。まだ本丸に通じる道がありそうですよね。他の場所も見ておきましょうか。本丸への門は開かんか。他の場所から向かうとしよう。禁止ですよっと。本丸には行かせません。よし、この辺りから本丸へ向かう道は全部閉じられたね。
待ってるしかないかな。繋がったよね。ええ、あとは二人の接触を待ちましょう。そこまでだ三成、少し頭を冷やせ。なぜお前がここに。よし、これで目的は果たせましたね。あとは頼みますよ。終わりで良さそうだ。これからもうまくやろう。君が大阪に来ていると聞いて駆けつけたのだ。まさかと思うが、北の万所様を巻き込むつもりか。家康を討ち取るのだ。北の万所様も納得なさるだろう。あの男は秀吉様を死に追いやったのだぞ。今家康様と争うなど無茶はよせ。そもそも秀吉様の死は誰のせいでもない。あれは病だ。病？そうか、そうであったな。だが確かに見たのだ、蝶が辺りに。しばらくは大谷義継のところに身を置くことになるようですね。彼は家康とも親交があるから、きっとうまくことを取り継いでくれるよ。生死の範疇には戻せたということか。ですね。これにて一件落着。というにはちょっとすっきりしませんよね。あの様子では三成は完全に正気に戻ったわけではないだろう。おそらく歴史改変の流れはまだ続く。お見事。義士、石田三成襲撃事件の修正を確認。本丸に騎乗しましょう。ヒューガ君、そろそろ行きますよ。うん、分かったよ。大丈夫ですか？ああ、
すまない、ありがとう。いえ。その腰の刀とても良いものであろう。その持ち主たる君も立派な義を心に抱いてそうだ。ならば私の都合に巻き込んではならない。早く仲間のもとに戻るといい。はい。本当にあなたは惜しかったよ、石田三成様。日々の研鑽が実を結びましたな。俺一人で十分だ。楽しませてもらったぜ。ではそれで行こう。時間素行軍にこちらの動きを蹴取られました。新たな義士、徳川家康暗殺事件の発生を確認。敵は家康の死を大きく前倒しするつもりです。時は関ヶ原の戦いの3ヶ月前、会津征伐の道中にて夜襲を受ける想定ですな。時間素行軍と一緒に行動しているのは島左近みたいだ。あの方の右腕、石田家の筆頭家老だよ。家康暗殺事件なんて歴史上には存在しませんよね。この計画潰さないとまずいんじゃ。ああ、絶対に阻止しなければ。心して当たろうか。義士が検出されました。徳川家康は会津征伐の道中、近江石部宿に宿泊しているみたいだね。本来は水口城主夏香正家の誘いを断り、夜のうちに近江を離れているはずなのですが、今はなぜか徳川家康は近江の石部宿にいて、そこを島左近たちに襲われるというわけですか。このまま黙っていると鬼神島左近が時間素行軍の群れを率いて襲いに来てしまうかな。豆まきの季節じゃないですけど、鬼は外、何としても帰ってもらわないとですよね。新たな流れが検知されました。うまくやる。君とならうまくやります。人助けができるのはいいことだよね。さあ始めるよ。鬼の襲撃はもう始まっていたか。徳川家康の救援を急ぐ。助けようにも時間素行軍が多すぎる。まずは時空の歪みを塞がないと。時空の歪みが塞がれない。敵は倒したはずなのに。歪みを生み出した他に何もある。別の場所を当たってみましょう。おかしいな。今世間はどこにもいない。どこかに身を隠しているんだ。危ない。敵の戦力を削っていけばきっと。
が身を塞いだけど、これで全部じゃないみたいだね。残りも塞がないと。急ぎましょう。夏香マサイを救援のため参上いたしました。家康殿の窮地お救い申し上げる。夏香の援軍だ。連鎖するように歴史にないことばかり。まあまあ加瀬さん、味方が増えるのはありがたいじゃないですか。ご無事ですか、家康殿。この先援護はお任せください。この事件よろしくお頼み申します。やれ。夏香マサイエが徳川家康を守ってくれています。うまくやる。そこは彼に任せましょう。了解。その間に俺たちで時間速攻軍を片付けましょう。そこで。危ない。全て封じた。残るは本命の鬼だ。合戦場に島左近の反応を確認。徳川家康に向かい進軍を開始しました。噂をすれば影。嘘じゃ。鬼退治に向かおうか。危ない。お引き取り願おう。貴殿らの決戦の時は今じゃない。何者か。山立てするなら容赦はいたさぬ。よし、あとは島左近を止めれば。鬼は外。これで目先の危機は退けたな。終わりで良さそうだ。よし、調子が出てきたぞ。しかし、どう転ぶだろう。呼び込んだ援軍、服であればいいんだが。災難でございましたな、家康殿。夏香殿、こたびの援軍実にかたじけない。いまだあたりに残党がいるかも分かりません。今宵の晩は我が兵にお任せを。明朝を皆口へ立ちましょう。この日のため良い茶を取り寄せてございます。うん、では地層になろう。明日はよろしくお頼み申す。島左近は退けたか。まんまと家康は夏香正家のもとにとどまったか。大問題ですな。これで終わるとは思えません。嫌な予感がしますね。存じたか、左近。まあ構わぬ。党に手は打ってある。秀吉様を裏切った家康を討つ。それが私の正義。この義を果たすまでは決して屈しはしない。
ますますいい調子だよ。はい、わかった。新たな演算結果が検出されましたね。判明したのは、徳川家康が水口城で罠にかかり落命することだけです。まだ暗殺の筋は消えないのか。でも舞台が城内に移りましたね。家康を招いたのは城主の夏香正家だ。分かりやすい足止めだな。夏香正家はもともと石田三成方だ。最初から島左近と共謀していたんだろう。時間素行軍も噛んでくる罠ってどんな罠なんだろう。熱々の栗で火傷させちゃうとか、臼が落ちてくるとか。サルカニ合戦か。なるほど。笑ってくださいよ、冗談ですってば。やれやれ、何が待ち構えているかはわからないにしろ、家康一行より早く水口城に入り罠を排除すべきだね。ええ、城内には夏掛けの者がいるはずです。ことを荒立てぬよう慎重に動きましょう。あの方はどうしているのかな。新たな流れが検知されました。風流に通じた刀が必要かい。うまくやるよ。君とならうまくやれます。人助けができるのはいいことだよね。さあ始めるよ。潜入は成功だね。城内をくまなく調べて怪しいものは皆排除してしまおう。念には念をですな。全て終えたらここに戻り城から脱出しましょう。隣の部屋に行けないみたいだ。さて隣の部屋を調べましょうか。してきたってことは何かあるのかも。隣の部屋を見てみませんか。おや、風流な掛け軸だね。物を隠すにもうってつけだ。あの茶釜を見たか。殿が直々に取り寄せられた特別な品らしい。ああ、茶室に運んでおけって話だろ。しかし家康公のためにわざわざな。中に毒物でも忍ばせられて大事ですから。ここで家康が亡くなるなら核となる人物石田三成様も城のどこかにいるのかな。近くで見ているかもってことですか。警戒すべき敵が多すぎて困っちゃいますね。
やる。日の本御用人というくらいだし、こういうものも壊しておいてよかったよね。ああ、万全を期していこう。この調子で進めるよ。それ、これも壊しておかないとね。これで不審なものは全て壊せたかな。調べ忘れがあるかもしれませんよ。もう少し城内を見て回りませんか。さて、手は尽くしたつもりだが、罠が残っていないといいんだけど。終わりで良さそうだね。残念ながら、たった今。まだを。狙うよ。日の本御用心というくらいだし、こういうものも壊しておいてよかったよね。ああ、万全を期していこう。この調子で進めるよ。時間速攻軍が城内に潜んでいたなんて。倒さないと隣の部屋に行けないみたいだ。さて、隣の部屋を調べましょうか。ここで家康が亡くなるなら核となる人物、石田三成様も城のどこかにいるのかな。近くで見ているかもってことですか。警戒すべき敵が多すぎて困っちゃいます。現れたんだ。我々の妨害が目的でしょう。行動を読まれているよ。邪魔してきたってことは何かあるのかも。隣の部屋を見てみませんか。おや、風流な掛け軸。物を隠すにもうってつけだ。随分と厳重に隠したものです。爆発物でも仕込んでいたか。あの茶釜を見たか。殿が直々に取り寄せられた特別な品らしい。いや、お見事。ああ、茶室に運んでおけって話だろう。しかし家康公のためにわざわざな。先ほどの噂話気になりませんか。確か夏香正家も茶の話をしていました。良い茶を取り寄せたと言っていたね。分かった、茶室を探そう。お見事。新たに時間素行軍が出現しました。警戒してください。あれ、あんなところに茶釜。はは、噂の特別な茶釜ですか。今日のためにだなんて、いかにも怪しい。十中八九罠が仕込まれているだろうね。もったいないが壊してしまうほかない。お見事。おや、守り手が出てきた。やはりあの茶釜には何か。敵を倒して壊すしかないね。これで茶釜を壊せますね。これで不審なものは全て壊せたはずだよ。え、一度潜入地点に戻りましょう。
今できることはしたはずだ。このまま事の次第を見届けたいが。大人数でいたら目立っちゃいますよ。ここは一つ俺に任せてください。終わりで良さそうだね。ナマズ王藤四郎、城内偵察から颯爽と戻りました。作戦は大成功です。茶室では滞りなく普通のお茶会が始まりましたよ。それは何より、茶室で暗殺騒ぎだなんて無粋にも程があるからね。これで水口城での暗殺は防げましたが、徳川家康の危機は去ったでしょうか。そんなはずないよ。ヒューゴ？流れを作っているのはあの方だ。こんな手ぬるい罠で終わりにするわけがない。確かにこの暗殺事件で一度も顔を見ないのは妙ですよね。やはり次があると見た方がいいでしょうな。なんだい。ただ目の前の露を払うのみではこの調査完了しない。私の杞憂であればいいが、おそらくすでにことは動き出している。それは警告かい、いや助言かな。私に考えがある。協力してもらえるだろうか。前より強くなれたかな。ではそれで行こう。夏香正家と結託し、石田三成らが家康を暗殺すると予測が出ました。場所は水口城内廊下付近です。ほら、思った通りだ。やっぱり正家と共謀してたんですね。もしかしてずっと近くに潜んでいたのかな。城内を探した時彼らを見つけられていれば。いえ、今は悔やんでも仕方ありませんが。三度目の正直だ。三成を退け家康を守ろう。そう、任務のため守りきらねばならない。私が支えよう。影のごとくな。新たな流れが検知されました。では参りましょう。ほら、ヒューガ君も。うん、風、あとは任せた。杞憂に終わればいいんだが。うまくやるよ。ヒューガ、君の役に立ちましょう。人助けができるのはいいことだよね。さあ、始めるよ。徳川家康、秀吉様に背いた罪、その命で贖ってもらう。石田三成、それに芝左近だと。私一人で殿を守り通せるかどうか。もう始まっているか。急ごう。狙うよ。合わせましょう。
川家康か。敵は僕らで引き抜けよう。貴殿は早く安全なところへ。かたじけない。数刻ぶりに見るか。徳川に組する。情けはかけぬぞ。一度引く。佐古、分かっているな。彼らは引いたが、まだ終わらないはずだ。気を抜かずに徳川家康を守りきろう。茶席はいかがでしたか、家康。松子の水の代わりになりましたかな。今度は上司のお出ましですか。小之助の予測通りですか。聞かせてもらうと。あとは我が忍びに任せよう。来た化け物が。殿、お下がりください。おっと、荒手ですね。倒してしまいましょう。危ない。挟み撃ちか。忍びまで出てくるのは厄介だ。敵が徳川家康に近づけば危険です。彼の護衛に目を配らなければ。家康様、ご無事でしたか。これより御身をお守りいたします。これで敵の攻撃は一段落でしょうか。いえ、さらなる時間疎行軍の気配を察知、襲撃に備えてください。敵が増えれば危険も増す。今のうちに徳川家康を安全な部屋へ。怪しい影はないようだね。家康公にはここに隠れていてもらいたい。あなた方二人には部屋の見張りを。化け物たちは神出鬼没です。お気をつけて。受けたまわった。周囲の敵はよろしく頼む。来ました、時間速攻軍です。また忍びもいますね。さあ、正念場だ。何人たりともここは通さないよ。私の手は不要なようですね。カズの頼みの兵では話にならない。やはり私自ら終わらせるしかない。いつの間にさ。僕はヒュー、大丈夫ですか。大丈夫、なんともない。戦えるよ。危ない。とんだ邪魔が入ったものだ。一件落着ですね。徳川家康のもとに急ぎましょう。終わりで良さそうだ。よし、調子が出てきたぞ。無事のようだね。
よかった。想定外です。優雅くん、どうしてあの方が徳川家康を討つ、それが正しい歴史なんだ。待って待ってよ、ナマズを。すまない、うまく防げなかった。な、面影さん。ではヒューガが切ったのは彼の擬態だよ。本物の家康は無事だ。人間を殺す程度の切り傷では私は破損しない。だから身代わりになると名乗り出た。ヒューガは一体、カセも面影さんも分かっていたことなんですか。そうならないようにと願っていたんだが、すまない、後で詳しく話そう。戻りました。頑張ったんですけど追いつけなかったや。すみません。だけど最後に見た光景が俺信じられなくて、ヒューガ君がついていったのは間違いなく時間素行軍でした。この本丸も力、これが私の力。はい、わかった。ではそれで行こう。僕が行くしかないか。はい、わかった。